降りかかる火の粉を払うのに。抜かぬ太刀の方。神。俺との勝負しろ。すぐ回転。茶の方。さて。さて。バット。フグ回転。当然の帰結だ。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。ありがとう。よっと。少しは手応えがありそうだ。カッソ、行くぞ。エンタグラムソード。カッソ、ミニティソード。カッソ、ミニティソード。少しは手応えがありそうだ。我々の勝利だ。よっとよっとよっと。少しは手応えがありそうだな。
少しは手応えがありそうだな。よっと。よっと。ここが手紙で指定されていた場所か。緊張してきたな、少しだけ。来てくれたのだな。お前はセイバートゥースのミネルヴァ。まさかお前がこの手紙を送ったのか。ああそうだ、あまり噂されたくなかったものでな。名前は伏せさせてもらったぞ。だがそなたが来てくれてよかった。ようやくわらわの思いを打ち明けることができる。待て、すまん、まだ心の準備が。お前とは何度か剣を交えたが、そんな風に思われていたなんて。何のことだ。わらわはそなたに謝罪をしたくてここへ呼んだのだが。謝罪だと？愛の告白ではなくてか。告白？バカ者、そんなわけがあるか。わらわにそんな趣味はない。そうだなすまない、早とちりをしていたようだ。大魔党演武の時も、そしてタルタロスの一件の時も、そなたやそなたの仲間たちにはひどいことをしてしまった。本当にすまなかった。許してくれとは言わない。ただそれだけが伝えたかった。気にするな、私ももちろん他の仲間たちも、お前を心から恨んだり憎んだりはしていない。人間、生きていれば間違うこともある。私だってそうだ。過去に何度も大きな間違いを犯した。だがお前は間違いを顧みて、また新たな一歩を踏み出した。私はそれを心から祝福するよ。エルザ、ありがとう。実は謝罪の気持ちとして土産を用意したのだ。ギルドの仲間たちと一緒に食べてくれ。これは、おお、ケーキか、うまそうだ。どこの店のものだ。わらわの手作りで、口に合うといいのだが。手作り？そうか、お前にこんな趣味があったとは。ありがたくいただこう。エルザ。ああ、気づいてる。何者かが私たちを取り囲んでいる。モンスターだね。どうやらケーキの甘い匂いにつられてやってきたようだね。来るぞ。切られたいものからかかってこい。カット、行くぞ。エンタグラムソード。てしまえ。カット、天輪の鎧。アクレソード。これで片付いたか。よかった、ケーキは無事だ。相変わらずデタラメな強さだな、ティターニアよ。お前こそ、かつては厄介な敵だったが、味方に回るとこれほど頼もしいものはないな。では、わらわはこれでギルドの仲間たちによろしくな。ああそうだ、ミネルヴァ、私からも一ついいか。ん？どうした？昨日の敵は今日の友。過去のことは水に流し、これからは友人として付き合わないか。そなたがそう言うなら拒む理由はあるまい。
ただ一応言っておくが、仕事の場で慣れ合うつもりはない。我がセーバートゥースはフェアリーテールには負けん。ああそうだな。これからも良き友人、良きライバルとしてよろしく頼む。ああよろしくな、エルザ。それでは機会があればまた会おう。さて私も帰るか。告白じゃなかったと聞いたらみんな残念がるだろうか。まあ土産もできたことだし、持って帰る前に味見ぐらいいいよな。うん、これはうまい。手作りとは信じられん店の味だ。ミネルヴァにこんな才能があったとはな。今度会った時また作ってもらえないか頼んでみるか。どこに向かうか。ここに行こう。さて次は。帰ってきたな。行き先はここにするか。着いたぜ。この辺りにいるはずだ。依頼内容はモンスター討伐か。まあ俺たちにかかればたやすい仕事だな、あジュリア。リオン様、あまり触られては。お前あまりジュビアを困らせるんじゃねえよ。仕事に支障出たらどうするんだ。おっとすまない。だが安心してくれ。そうだな、仕事に取り掛かる前に話しておこう。そういやジュビアのことで話があるって言ってた。なんでしょう。ジュビアなんだか緊張します。大魔党を、そしてドラゴンとの戦い、それを通してはっきり分かったことが、ジュビアの心は俺を向いていないのだと。だから俺は一旦手を引くことにする。リオン様。リオン。そっか、そりゃあよかったぜ。グレイ様、よかったって、それはジュビアと結ばれて嬉しいという。お前と色恋沙汰で対立するのはやりづらかったからよ。なんか肩の荷が下りたっつうか。勘違いするな。今のところは様子を見るというだ。それに魔導士としてライバルであることは変わらない。これからもお前には負けんからな。足りめだ。俺だって負けるつもりはねえ。リオン様がジュビアから手を引き、グレイ様と仲直り。それってリオン様の気持ちがそちらに向いたという。
ルミア、一人で何ブツブツ言ってるんだ。そろそろ仕事始めようぜ。ありがとう。手抜けそうにねえな。
勝ちだぴょん。なんて。刀らしいはちょうどいい。天竜の方法。さて、アイスメイクハンマー。天神のフォレアス。やったー。と。よし、行くよ。天竜の方法。アイスメイク、アイスゲイザー。行きます。切り刻みます。ウォータースライダー。よーし。天神の。アイスメイクエブ。よし、これでおしまいだ。と。うわ、強そう。楽しんでいこう。さて、行くぞ。アイスメイクフロア。切り刻むよ。ウォータースライダー。天神のドボン。アイスメイク。天神のドボン。アイスメイク。行きます。アイスブリンガー。妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するためにフェアリークリッター。よし、これでおしまいだ。
イスメイク、アイスブリンガー、天神のサマー、アイスメイクハンマー、ウォーターパレット。ジュニア、愛してる？こいつで全部片付いたか。ジュビア、念のため辺りを確認してきます。前みたいに不意打ちされたら危ないので。まあ、あん時は悪かったな。じゃあ頼んだ。はい、お任せを。グレイ、ちょっといいか。話したいことが。ああ、まだなんかあるのかよ。大和島演武の後、どのくらいお前たちの仲が進展したのかと思って。そんなの話せねえ。何？おいそれと人に話せないようなところまで進展しているということか。ちげえよ。話すようなことはねえって意味だ。進展なんかしてない。そうか。まあ、どう答えを出すかはお前の問題だ。俺がとやかく言うことではない。絶対に守り通せ。お前をあれほど好いてくれる奴なんて他にはいないだろうからな。当たり前だ。あいつはギルドの大事な仲間だからな。それでいい。もしお前が不甲斐ないようなら、今度こそ俺がジュビアをもらうからな。グレイ様。ジュビア、戻ってたのか。さっきの話、もしかして聞いてたか。グレイ様がジュビアのことを将来を誓い合った大事なパートナーだと。んなこと言ってねえよ。どんな聞き間違いだ。やれやれ、仲のいいことだ。どこに向かうか。ここに行こう。さて、次は。帰ってきたな。どこに行きましょう。ここですね。
強そうな相手だ。心してかかろう。天竜の方向。フォトンスライド。力のパルファム。きらめき無限大。さて、霊竜の連着戦。懐かしいな、ケットシェルター。ウェンディのために作られたギルド。マスターは一人ぼっちだったウェンディのためにギルドや仲間の幻を作ってくれた。幻じゃないよ、私がギルドにいた頃。ううん、今でもマグナもバスクもマスターもみんな私の大事な仲間だよ。みんなと別れた後、エルザさんが言ってくれたんです。愛する者との別れの辛さは仲間が埋めてくれるって。みんなのことを愛する者って、決して幻なんかじゃないんだって言ってくれて、私すごく嬉しかったんですよ。ウェンディ、どうかしらね。エルザのことだからそんなに深く考えて言ったわけじゃないんじゃない。なんだと。私だってと言いたいところだが、正直よく覚えていない。あの時はいろいろあって、私も感傷的になっていたからな。そっか、エルザさんはあの時ジェラールさんと別れて。だが私の本心なのは間違いない。彼らがただの幻ではなく、お前の大事な仲間だということもな。エルザさん、あの時私をフェアリーテールに誘ってくれてありがとうございます。ああ、私もお前を誘ってよかったと思ってる。さあ、仲間たちに挨拶に来たんだろ。あまり待たせてはかわいそうだ。行ってこい。みんなでドラゴンと戦ったり、あれから仲間や親友やいっぱい大事な人ができた。でも私がそんな人たちと会えたのも、私を育ててくれたケットシェルターのみんなのおかげだよ。だからね、ありがとう。みんなのおかげで私今とっても幸せ。ウェンディは私がしっかり守るから、あんたたちは
安心して眠ってなさいよ。私、みんなのこと一生忘れないから。じゃあね。手応えがありそうだ。そうだな、楽しませてもらおうか。守る。さて、守る。ドラゴンフォース。さて、守る。この感じ。宝箱だな。やられる覚悟はできてんだろうな。Thank you.
白竜の矛。王の方。さて。英雄の矛。フラッシュ。俺は強くない。帰ってきたな。よろしくね。どこに行く？すまねえな。それはちょうど売り切れてんだ。実はモンスターが暴れてるせいでまともに採集できなくてよ。誰か何とかしてくれねえもんかねえ。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。降りかかる火の粉を払うのみ。関東行くぞ。ペンタグラムソード。王の方。ホーリーレイ。
爆竜の矛。ギヒヒ。鉄流拳。チェ。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次はどこに行こうか。帰ってきたな。よかった、これで料理が出せるわ。それにしても結構時間かかったわね。え、材料を取るためにモンスターを倒したの？わざわざごめんね。言ってくれたら私も手伝ったのに。ともかくありがとう。助かったわ。